どうも、ホームルームをホームレスとか読み間違える男、メタルでございます。もうダメっすわ、もうもう漢字も読めねえしよ。もうなんでこんなことになっちゃったんだよ、さあとはんちこでどうぞ。つわけで前回菅原くんが君には鮭は救えないよみたいなこと言って、で教師がいや俺は救うみたいなこと言って、まあせいぜい頑張ってねみたいなやりとりがあった次の日からだね。先生バイバイと。うん、また明日。じゃあね先生。あ、結構好かれてんじゃん。またね。ホームルームが終わり、生徒たちは一人二人と教室を出ていく。始業式から数日が経つが、だいぶこの学校にも慣れてきたように思う。割と偏差値が高い学校だからか、生徒たちの品も良く、馴染みやすかった。ほう。じゃあ余計なんか古川くんとか浮いちゃいそうだよな。ただやはり古川のことは何も解決していなくて。僕はそれに焦りを感じ始める。教師なんか所詮他人だ。教師と生徒の間に絆なんてない。口先だけで綺麗事並べて肝心な時には何もしてくれなくて、いくら助けを求めても見て見ぬふり。生徒のことを本当に思ってくれる教師なんか幻想なんだよ。菅原に言われた言葉が今も脳内で反響している。僕は古川を救いたいけれど、結局僕と古川は菅原の言う通り他人でしかなかった。知り合ったばかりの他人。僕が古川の心に入り込む余地なんかあるのだろうか。教師を信用していないという菅原の言葉も気になる。今時の中学生ってみんなそうなんだろうか。中学生だったの？俺絶対高校生っていう設定だと思ってた。ごめん、高校に来て衝撃の事実なんだけど、中学生だったっけ？あれ？あれ？俺なんか勘違いしてた？あれ？みんながそんな風に教師に対して冷めた考えをしているのだろうか。そうだとしたらそれほど悲しいことはない。恩師に憧れて教員を目指した僕にとってこれほど虚しい事実はない。でもここで諦めたらそれこそ菅原の言う通りになってしまう。あ、情熱が冷めるっていうやつか。菅原の言う冷めた教師の一人になってしまう。絶対にそうはなりたくない。それだけは避けたい。だって僕がなりたかった先生は菅原の言うような冷静な大人じゃないから。冷静じゃなくていい。正しくなくていい。甘くっていい。自分が損したっていい。僕は生徒に寄り添い、手をつないで隣を歩けるような先生になりたい。この二人の関係性気になるけどな。あ、菅原と古川が二人で何か話をしながら教室を出て行った。二人で一緒に帰るのだろうか。僕は気になって二人の後をついて行った。まあ難しい問題ではあるよな。恩師というものに憧れて教師になったのに、この問題を解決するには教師という立場が邪魔になるっていうジレンマがあるよね。ん？多目的教室？二人は昇降口へ向かうのではなく、空き教室へ入っていった。何をするのか気になって、僕はその教室を覗いた。おっと、俺が言った通りの展開あるか？これ、傷つけてるみたいな。え、やっぱそうだよね。え、そうだよね。絶対。ぐちゃという人が人を殴る音が強制的に耳に届く。教室で繰り広げられる光景に目を疑った。やっぱそうだよな。まあまあまあ、みんなも予想はついていただろう。そうだよな。おい、謝るなよ。おい。菅原が古川の胸ぐらをつかみ、その傷だらけの顔面を殴っていた。僕は一瞬固まったが、すぐにハッと我に返る。我に帰ったら、すぐさま教室の扉を開けて二人に駆け寄った。何してるんだ！二人に駆け寄り、飛びつくようにして菅原の手を押さえる。あれ？先生。何してるんだって聞いてるんだ！ああ、見られちゃった。なんで、こんなこと。見られちゃったから、今日はおしまい。帰るよ、先。待ちなさい。何？やっぱり、君が。そうだけど、それが何？何って。なんでそんな平然と暴力が震えるんだ。
うるさいな、ほっといてよ。ほっとけるか。古川、大丈夫か。怪我は。先生。古川、先生が助けてやるからな。もう大丈夫だ。いらないです、助けなんか。やっぱそうだよな。俺はこれを自分で望んでるんです。は？俺は誰かに傷つけられることを望んでいます。俺を罰してくれる誰かを望んでいます。それだけです。何言ってるんだ。いじめとかじゃないんです。力は悪くない。だから放っておいてください。これ以上俺たちに関わらないでください。何なんだ、その理由が知りたいよね。なんで罰せられたいんだ。なんで。さようなら、青木先生。え？それだけ言うと古川は逃げるように早足で教室から出て行った。僕は足がうまく動かなくて古川の後を追えなかった。菅原が脅してるのか。教師にバレたらそう言えって古川に言ったのか。違うよ。中3にもなっていじめなんていうダサいことするわけないでしょ。俺は咲が望んでることをしてあげてるだけだよ。なんだよそれ。何なんだ君たちは。一体何なんだ。5年前。あ、話してくれる理由。え？5年前に青木先生に会いたかったな。そしたら俺と咲は普通の友達と、友達のままでいられたのかな、なんてね。菅原も出て行き、空き教室には僕だけが取り残された。理由が知りたいよな。自分だけが世界そのものから置き去りにされた気分だった。そして僕はあの二人の間には入れないことを悟った。その5年前に何があったんだ。それが理由なのは間違いないけどさ、何があってこうそういう歪んだ関係性になってしまったんだろう。罰せられたいという願う理由は何なんだろうね。てかあれか、さっきの殴られてる時のごめんなさいはあれなんだ、こう殴られてる菅原に対してのごめんなさいじゃないのかも。なんかその過去に関係したこう自分の罪を犯したのか知らないけど、それに対してのごめんなさいなのかもしれないね。それからしばらくは必要以上にあの二人と関わらずに過ごした。もちろん挨拶や雑談程度の話はするけれど、踏み込んだ話は何もしなかった。僕なんかが入り込んでいい問題じゃない気がしておじけづいたからだ。1ヶ月が経っても古川の傷はできたり治ったり、増えたと思えば減ったり、それの繰り返し。僕は彼の傷からなるべく目を背けて気にしないふりをした。なるほどね、全員が全員そういう風に接して過ごしているんだね。なるほどね。そして6月、ジメジメとした梅雨の日のこと。先生。うん。この頃になると僕はもうすっかりこの学校に馴染んでいた。ほう。放課後、教室で書類の整理をしながら菅原の声に耳を傾けた。この日は朝から雨が降っていて、雨が窓にぶつかる音がうるさかった。声を聞こうとすると雨音も一緒に耳に届く。菅原としっかり話すのは少しだけ久しぶりな気がして、そこで初めて自分が無意識に菅原のことを避けていたことに気がついた。さっきのことはもういいの？え？もう諦めちゃった？やっぱり先生も他の先生と同じ？そうだよな、諦めないって言ってたもんな。それは他の教師と同じにはなりたくないと思っていた。冷静で現実的な大人、そんな風にはなりたくないけれど、どうすればいいのかもわからない。わからないから放置した。
それじゃあ他の教師と同じだと気づいていながら目をそらした。先生、さっきのこと話してあげる。先生ならいいよ。さて、いよいよ聞かせてくれるということか。この話を聞いてから決めたらいいよ。現実を取り堅実に生きるか、それとも理想を追って地獄まで落ちるか。これね、なんかゲームの説明欄にもデカデカと書いてあった文章なんだよね。僕は雨の音が響く中紡がれる菅原の言葉に意識を集中させた。さて、過去に何があったんだ。中学3年生の時ね。小学3年生の時ね。さっきは担任の先生と恋人同士だったんだ。先生と生徒での恋人同士なんて変だよね。というか小学3年生。その時の担任の先生は40歳くらいで、サキとは親子ほども年が離れていたのに、それでもサキは本気で先生のことが好きだったんだって。その先生は男でありながら小さい男の子が好きでさ、いわゆるシャタコンっていうの。お前やばいよそれは。どんな関係性だよお前、やべえ。サキは女の子みたいに華奢な美少年でさ、気も弱くて友達も俺以外にいないし、その先生にとって手が出しやすかったんだろうね。そんでサキは母子家庭で、昔からお父さんがいなかったから、だから大人の男の人に憧れみたいなものがあったんだろうね。だから二人は愛し合ってしまった。バカみたいだろ。そんなの愛なわけないのに。愛なわけないけど、愛ってなんだろう。愛って他人が見て決めること。サキは本気で先生のことが好きだったのに、他人から見て不健全な関係だったらそれは愛じゃないの。俺よくわかんないよ。話がそれたね。それでね、先生がサキにいたずらしてるところが大人にバレて、先生は教師でいられなくなっちゃった。もちろんもう二人が会うことは許されないよね。サキと先生のことはあっという間に学校中、いや街中に広がって、テレビでニュースにもなった。その時の報道のされ方も噂のされ方も全部教師が悪いように言われていた。まあだろうな。まあそら、サキは被害者でしかなかった。かわいそう、辛かったね。もう大丈夫だよ。みんながサキにそんな風に言ったんだ。でもね、本当はいたずらはレイプじゃなかった。サキは先生を愛していた。合意の上だったんだけど、でもそんなの伝わるわけないよね。だからサキは自分を責めた。自分を責めて自殺しようとした。自分が先生を悪者にしてしまったって、自分のせいで先生が教師でいられなくなったって、今でもずっと責めてる。サキは自分で自分を傷つける。それが罰のつもりなんだろうね。いつしか自傷だけじゃ物足りなくなったサキは、俺に暴力を求めた。俺に罰してくれと言ってきた。俺はサキを拒まなかった。拒めなかった。俺はサキと一緒に地獄に落ちてやる道を選んだんだ。俺はサキが好きだったから。それに、俺は子供だからね。子供だからそんな無責任な決断ができるんだ。人を傷つけるのは恐ろしいよ。サキを殴った手が痛むんだ。俺だって本当はサキを傷つけ、重要な場面なのにサキを傷つけたくなんかないんだよ。でもサキは自分を罰してくれる誰かを望んでる。俺どうすればよかったのかな。サキと普通の友達に戻りたいよ。こんな変な関係じゃなくてさ。俺ね、その時サキのことを親や先生たちに相談したんだ。何度も相談した。でも誰も相手にしてくれなかった。当たり前だ、みんな大人なんだもん。他人の子供のために一緒に地獄へ落ちてくれる大人なんかいないんだ。もしいたとしたらそいつはまともじゃないね。青木先生は子供？大人？
大丈夫。先生が俺たちから逃げても、俺は先生を恨まないよ。だって逃げることは正しいことだから。現実的に生きることは悪いことじゃない。あんたと俺たちは所詮知り合って間もない教師と生徒でしかない。しかも俺たちはあと1年もしないでこの学校を卒業してしまうんだし、そんな他人の子供のためにどこまでできる。例えばサキがあんたに、あの時の先生の代わりに俺を抱いてくれって言ってきたらどうする？抱ける？起こせる？無理だよね。普通無理だよ。そこまでできないよ。それが普通なのさ。だから恨んだりしない。失望はするかもしれないけれど、ああ、でもやっぱりあんたにはもっと早く会いたかったな。そしたらさ、もっと違った未来があったかもしれないよね。でも壊れたものはもう直せないから。だから今さら何を言っても遅いのだけれど。僕は、これあれどうだっけ。いや、これは選択肢ないわ。これは確か選択肢なしの一本道のゲームだったはず。僕は大人だった。いつの間にか大人になってしまっていた。もう理想ばかりを語る子供のままではいられなくなってしまった。大人になってしまったから、僕は僕の現実を選んだ。生徒を思いやり寄り添う立派な教師になりたかった。なりたかったはずだけど、なんだかそれももうよくわからない。僕はなんで教師をやっているんだろう。自分の理想の教師になれる力量なんかないくせに。一緒に地獄へ落ちる覚悟なんかないくせに。それなのに夢ばかり見て、中途半端に関わって彼らの傷口をえぐった。傷口に触れるだけ触れて、自分の手に負えないと気づいたら逃げるんだ。そう、僕は逃げた。逃げてしまった。いやいや、それはしょうがないと思うけどな。誰だって逃げるでしょ。大人だったら誰だって逃げるでしょ、これは。それはしょうがないと思うけどな。それから梅雨は明け、夏休みになり、2学期が始まったが、僕は彼らに対して何も行動を起こしていなかった。だって、どうすればいいのかわからない。僕の力では彼らを救えない。救えないから逃げた。一緒に落ちることはできなかった。救えないならせめて寄り添ってやればいいのに、それをしようともしないでただ逃げた。僕は他の冷静で現実派の教師と同じだった。先生、バイバイ。また明日。ああ、また。さようなら。さようなら。こうして挨拶はする。休み時間には雑談もする。だけどそれだけ。それくらいしか彼らにしてあげることがない。思いつかない。僕はひどい先生だろうか。きっと今日も明日も明後日も彼らは悩み求めるだろう。誰かからの救済を求め続け、地獄の底でもがくのだろう。大人になれず、だからといって子供のままでもいられなかった君が、いつの日か心安らかに眠れますように。僕はそれを願うことしかできない。僕はあまりにも無力だった。ごめんね。ありがとう。ここで終わるんか。またすごい作品を作りなさったな、グラシアスさんは。いやー、やべえ、これはマジで。おしまいと。だから、あなたは現実的な大人になりますか？それとも、子供のままで地獄まで落ちますか？っていう、そういうことを問うた作品だったのかもしれない、これは。現実派の大人にはなりたくないという理想。しかし、その理想を追っていってしまったら、地獄まで落ちてしまうことになるという現実。なんか、この対比だよね。大人になると、なんか、責任だとか、いろんなものがのしかかってきてさ、それで、あれだよね、地獄まで落ちることはできないから、現実を選ばざるを得ないっていう。
で、いつしか大人は理想を追い求めることをやめていくっていう、なんかそういうジレンマを表した、なんかうまく表したね、そういう感情を。ということで、先生、一緒に来てくれますか?の実況でした。あなたは現実を生きますか?理想を追って地獄まで落ちますか?それではご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。登録は画面のアイコンまたは画面下の登録ボタンからお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。動画投稿のモチベーションにつながります。もしよかったらおすすめ動画も見てみてね。それでは。